水木しげるロードに設置されている死神のブロンズ像。サラリーマン死神は水木しげるの漫画作品、並びにアニメ、ゲゲゲの北郎第二シリーズのエピソード。サラリーマン死神はビッグコミック1968年12月1日号から1969年4月1日号まで連載。カッパの三平でデビューし、後に ゲゲゲの鬼太郎やコケカキーキーなどにも登場する死神を主人公に据えた作品。作中では示されていないが一部の書籍ではカッパの三平に登場する死神とは遠い親戚だと解説されている。単身不妊の死神がノルマを達成するために奔走する悲哀を帯びた物語であり、少市民的な死神の姿を使って社会の実情を風刺している。 単行本は1971年に、朝日、ソノラマの3コミックスから刊行。その後、講談社 KC スペシャル、死神の招き水木茂る不思議な世界、ちくま文庫、死神の招待状妖怪ワンダーランドに収録された。死神106番は、成績不振のため、閻魔社長から地上へ、単身赴任を命じられる。仕事のノルマは年間に人の魂を地獄に、 連れていくこと。しかし、死神とはいえ人間より優れた力があるわけではないので、ノルマ達成には知恵を絞ることになる。アニメ、ゲゲゲの鬼太郎第2シリーズでは、大人向けの風刺短編や怪奇短編など、鬼太郎以外の水木作品を原作とするエピソードが多数放映され、サラリーマン死神シリーズもアレンジを加えてアニメ化されている。 カキは該当する放映話とサブタイトル、並びに原作。なお、ゲゲゲの鬼太郎第5シリーズでも、本作の設定を一部引き継いだ死神が登場する。ありがとうございます。